アルカエオグロブス属は、熱水噴出口や油田口症などに生息する、高熱、中性、弁性検起性のコサイ細菌の一属。主に嫌気条件で硫酸塩を還元する、硫酸還元菌の一種であるが、本属はコサイ細菌に属しており、古典的な硫酸還元菌の系統には属していない。メタン菌の系統に近接しており、極めて微弱ながら、メタン性茂良しも備えている。 形態は幅0.3から1マイクロメートル程度の不定形の球菌、糖タンパク質よりなる細胞兵器を持つ。様々な環境ストレスにより、バイオフィルムを形成する性質がある。変性検気性であり、分離源は原油中や熱水噴出口からが多い。75摂氏85度、PH5 から7付近でよく増殖する。多様な有機物を硫酸呼吸により代謝し、 従属栄養的に増殖するほか、水素を基質として、化学合成独立栄養的にも増殖が可能。代謝の結果として、硫化水素や硫化鉄を生産するため、原油関連施設で、パイプの腐食や毒ガスによる、被害、原油の劣化などを引き起こすことがある。基準種。1988年に、北海油田より発見されたが、沿岸の熱水噴出域にも生息する。 生育範囲は60摂氏95度、pH は5.5から7.5。水素、二酸化炭素流酸塩で独立栄養的に増殖する。増殖に力3.5%の低濃度の NACL を要求する。0.6マイクロメートルほどのやや不定型な球菌で一極の弁網を持つ。1997年に全ゲノムが解読され、 ゲノムサイズ2178,400円基待 ORF2420 と推定された。水曜ヤマ海底熱水系から分離されたもの。酢酸を基質として従属栄養的に増殖する。指摘増殖温度は摂氏70度と、この属ではやや低い。石油高昇中に生息。硫酸を還元。摂氏80度付近でよく増殖。 深海の熱水交渉中に生息。有機物を基質として、硫酸の他には硫酸、チオ硫酸などを還元して、従属栄養的に増殖する。弁毛はない。生育範囲は65摂氏90度、摂氏82度で、よく増殖。深海の熱水交渉中に生息。水素、二酸化炭素チオ硫酸などを還元して、独立栄養的に増殖する。 金型は不定形球菌。生育温度は65摂氏85度。生育 pH は6.5から8.0とこの属では、やや高い。ありがとうございます。